平野紫耀の言い間違い連発に視聴者大爆笑。そのユーモアセンスに魅了。キングプリンスへの平野紫耀が、日本テレビ系の番組、1億人の大質問。疑問符笑ってこらえて。で行われたロケ中に言い間違いを連発し視聴者を笑わせた。 放送されたこの回では、平野市洋が愛犬のジャーマンくんと共に、ネタ惚れワンワンの旅、と題して街中を旅する様子が放映された。しかし、このロケ中に平野はい間違いを繰り返し、視聴者たちはその様子に大いに笑いをこらえることができなかった。特に注目すべきは、平野が渋沢一を、渋沢ジ g と呼び間違えた場面である。 平野はうなぎ屋を訪れた際、店先で渋沢栄一が描かれた1万円札のポスターを発見し、思わず、渋沢栄一、G、と叫んでしまったのだ。この言い、間違いに対して出演者たちは爆笑し、笑いが会場に広がった。また、平野は神社でご神髄をいただいた後、喉越しゼロ、とコメントしたシーンでも視聴者を爆笑させた。 平野自身は、透き通る味わいだったので、つい言い間違えてしまいました、と弁解していた。このような言い間違いの連続に視聴者たちは様々な反応を示した。人髄に対する、喉越しゼロ。という言い回しについてはビールじゃないんだから、と突っ込みが入ったりまるでコントのようだと感じる人もいた。 さらに、渋沢一を、渋沢 HG と呼んだことに対しては、渋沢 HG がつぼすぎると笑いを共有する声が多く上がった。また、視聴者たちは平野のジャーマン君への愛情表現や、同じ目線で接する姿勢にも注目していた。 平野が頻繁にジャーマン君に話しかける様子について、人間にも動物にも同じように接する平野仕様さんがまた大好きになりました、という声が寄せられた。視聴者はこのコンビの心を癒される姿に大いに癒され、再び彼らの活動を楽しみにしている。次に彼らが登場する日を心待ちにし、今後の彼らの活動に期待を寄せているのである。 平野紫仕様のロケ中のいい間違い連発は番組にとっても笑いを提供する一方で平野の個性や人間味を引き立てるエピソードとなった。キンプリファンはもちろん幅広い視聴者が彼らの活動を応援し、彼らの成長や新たな一面に期待を寄せていることだろう。今回のロケを通じて平野紫仕様の明るいキャラクターとユーモアセンスがさらに浮かび上がった。 今後も彼の様々なエピソードや活動に注目し、彼の魅力を存分に楽しんでいきたい。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。